元スマップの稲垣吾郎が主演を務める映画、反世界で、稲垣と長谷川博己の場面写真が5日、公開された。また、クランクアップ時の2人のコメントも寄せられた。稲垣吾郎が演じる炭焼き職人のヒロ同作は、エルネストもう一人のゲバラ、人類資金、北のカナリアたち、などの坂本淳二監督が、団地に続き挑む完全オリジナル脚本の作品。美しい地方都市を舞台に、炭焼き職人のヒロ、こう、役に稲垣、故郷に帰還するヒロのかつての同級生。の英介役に長谷川、ヒロと英介の同級生の光彦役に渋川清彦、ヒロの妻、初の役に池脇千鶴が挑む。撮影は、2月14日に三重県でクランクインし、3月15日にクランクアップ。この度、炭焼き小屋で炭焼き職人として生計を立てるヒロ、稲垣の場面写真と、ヒロの中学からの旧友で元自衛官の英介、長谷川の場面写真が公開された。稲垣は、実際触れたことのない世界、全く未知の世界なのですが、監督が導いてくだ。さり、スタッフの方がこの世界観を作っていただき、上がりがとても楽しみです。映画職人の皆さんがこだわり抜いて丁寧に丁寧に作り上げていく現場というのが僕にとっては最高でした、と撮影を振り返り、自分に欠けている部分。とか自分にない役を演じることによってまた新たな自分自身の奥行きが出るような、そうして自分自身も深みを増すことができればいいなと思います。こういう風に見てくださいという映画ではなく見る人一人一人に委ねることができる映画だと思うのでこれから見ていただいてその反響が楽しみです、とコメント。長谷川は、毎日すごく充実していて、あっという間に終わってしまいました。今までやったことのないようなことを、役を通して経験できました。覚えることもたくさんあったのですが、いろんな人生があるなと考えるきっかけになりました。あの炎を見つめていると何か癒されます。不思議ですね。炭焼き職人といった職人という人生もあり、こういう人生だったら自分はどうだったろうと考える機会になりました、と話している。長谷川博己が演じるヒロの旧友で元自衛官の英介、C2018、反世界、フィルム PA。RTNERS、本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。